整体光信です、今日はね首と肩の方をやっていこうかなっていう風なね感じの動画にやっていってます。でやっぱりね皆さんね最近ねスマホを使われたりとかタブレットやっぱりあとパソコンを見られたりとかされる方が結構多いのでやっぱりね首の疲れっていうのはね結構皆さんやっぱりよくあるんですよ。でね皆さんねその首の肩とか疲れとか肩こりが結構あるって言われるんですけれども意外と触ってみたら首とか肩が凝ってない人とかって結構ねおられるんですよね。というのはねなんでかって言ったら首と肩は凝ってると自分で自覚はしているけれども実は肩こりよりも背中の疲れが首の方に肩の疲れとして変わってきてしまうことっていうのもね実際問題あったりするんですよね。だからね首が凝ってて頭が凝っててとか頭が痛かったりとかされる方でどうしてもやっぱり疲れが溜まってるって思って肩こりだって思われるって信じ込まれてるんですけども意外とね実は違うことところが凝ってるってこと結構あったりするんですよね。で今ねこれ肩をしてますけれどもこの方はね肩が硬いんですよ。見てたらわかるでしょこの硬い感じね。この硬い感じをねぐい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 抑えていくと実は首が凝っていたっていうのが取れたりとかすることって結構あったりするんですよね。なのでね皆さんもね肩が凝ってる首が凝ってると思ってても実は肩が原因だったりとか実は肩甲骨の方が硬かったりとかすることっていうのがあったりするのでどうしてもねやはりそこの場所だけを見ることではない方が良かったりします。なので当然のね、門前整体光信の方に来ていただければ肩こりがあるとか首が凝ってるとか、肩甲骨が凝ってるなんて言われながらもね絶対ねそこはだけを触ることっていうのはいたしません。なんでかって言ったらやっぱり足の疲れから腰の方に上がってきたりとかで腰の疲れが背中に上がってきて背中の疲れが実は肩こりに上がってきたりとかもしたりすることが多いからなんですね。で私もね先ほどね正人先生にマッサージをして門前整体していただいたんですけれども背中が凝ってるって思わってやっていってもらったらやっぱり足の疲れを取ると背中の方はねものすごくね改善したんですよね。で肩甲骨の方の凝りもね手をねもうげっちょんげっちょんに痛めつけてもらったらものすごく改善したんですよ。やはりねその肩甲骨とか肩こりだけではなくてやっぱり手の疲れ足の疲れそのあたりの疲れから上がってくることっていうのはねやっぱりね体にとってねなんていうのかな原因が違う場所にあったりすることってやっぱり結構多いんですよね。ですからねそこをねしっかりとね緩めていってあげるとやっぱり効果的にね変わっていきますね。で肩こりってねあとね時間に追われたりとか、左側だったら対人関係のストレスね、私の動画を見ていただいている方は結構ねもうご存知だと思うんですけど、ね、左の肩のね疲れというのは大体が対人関係の疲れです。会社勤めの方だったら上司あの部下あの人ですよ。あの人取引先とかねあとは人間が考えた組織のね相関図とかねそういうこともね左側に出てきたりとかしますね。で、左側でね、会社に勤められてない方だったらあいつそうあの人です。あの人から離れることができるのであればそのね嫌な人から離れてみてください。離れられないんだったら仕方なくてなんか受け止めるか何かしら対策を考えていくっていうことをね必要なんですけれども私はねその嫌な人から離れることができない状態だったら毎回やってくるなんか嫌がらせみたいなことやってくる人いません？あるでしょ毎回やってくるみたいな。でそのやってきたことをあこの人は私にまた何かしら攻撃を仕掛けてきたからこれを何チャリンチャリンポイントが溜まっていくみたいな考え方に私は変えちゃってでその考え方のポイントが溜まっていってある1回やられたら5ポイント溜まるみたいなね5ポイント溜まったやつが100ポイントまで溜まったら自分へのご褒美チャレンジみたいなでちょっとねいつも買ってる缶ビールをプレミアム缶ビールに変えてみるとかねそんなことをしてみるとね日頃のストレスがね結構改善したりするんですよ。ですから その人から距離を空けることができないっていう人はそういう風なね考え方をね少しね取り入れてみても面白いのかもいたしません。で、そういう人から離れられることができない場合っていうのはねあともう一つはね自分への
思い込みを変えていってあげることによっても変わったりとかするんですよね。私なんかね、メガネでスイッチを切り替える方とかも結構おられたりするんですけど、これどっかで話したブログの方で書いたのかなと思うんですけども、自分へのマインドストレッチ、マインドを自己、なんて言えばいいのかな、自分で洗脳していくんですよ。このメガネをかけているときは私はこの人格みたいなね。だからね、仕事場で、白衣を着る方とか、背広を着る方、それを着たら戦闘服だみたいな感じになる方ってね、結構ね、あれがね、自分の体を守ってくれたりするんですよね。で、制服がない方なんていうのは自分で自分の服装を毎回作って、それをね、着れば私はこういう人格だからいつものプライベートと人とは違うんだみたいな感じで思い込んでいくようにすると、それを外すだけでストレスが解放されたりとかするんですよね。だからね、制服がないんだっていう方はメガネを変えてみたりもいいですし、あとね、メガネじゃないとかだったら、このネックレスをかけてるときは仕事をしているときの私みたいなモードチェンジを自分で変えていくようにすると、やっぱりね、効果的だったりします。で、先生、三つ信先生は何かそういうことされてるんですかって言ったら、やってます、やってるんですね。これね、何をやってるかって言ったら、毎回決まった服装を着ることみたいな風に、職場ではこの仕事をするときにはこの服装を着ていくと仕事をするぜみたいな服装を毎回決めてます。だからそれを着たら、あ、今日は仕事しなきゃないけないななんて思うようにしてるんですよね。だからね、休みの日にはその服を着ないようにしたりとかね、そういう風なね、心がけをすると、やっぱりね、肩こりとか背中の疲れとかね、随分、脱ぎ去った時にも、あ、すっきり解放したかもしれないみたいなね、そんな風な状態にもなったりするんですよね。だからね、そういうふうに自分の仕事になった時にはそういう服装を着たりとかするとか、物を身につけて、それで自分で自分を洗脳するみたいなことをやってみると、一つね、結構すっきりしたりとかすることがありますから、ぜひちょっとね、疲れがなかなか取れないとか、あいつから離れられないとかいう人がいるのであれば、そういうふうに、チャレンジしていただいてもいいんじゃないかなと私は思っております。で、今ね、右側のね、肩を押してますよね。この右側っていうのはね、対人関係、すいません、ちょっとね、録音が停止しちゃったみたいで、またこれ途中からね、右側のね、凝りっていうのはね、どうやらね、右側はね、数字とか時間に追われたりとかすると、やっぱりどうしても硬くなりやすい場所なんですよね。で、あとね、人間でね、日本人特に右利きの人が多いですから、右の肩が周りがやっぱり、ね、疲れる方っていうのは、やっぱりもう職業的に仕方がなかったりとかする人もね、結構いたりしますよね。右で運転する、右の、マウスを使う、右の天気、ターンって叩くとか、あと、物を書くとか、やっぱりね、そういう風なことをされる方っていうのは、やっぱ右利きの方が多いので、やっぱどうしてもこの辺が硬くなってしまうっていうのと、あとそのね、先ほども言った数字に追われたりとか、時間に追われたりとか、そういう風にね、される方なんかがね、やっぱりこの辺が硬くなりやすいんですよね。こればっかり仕方がない。生きていく上でやっぱり硬くなる場所っていうのはもう決まってきてますから、ここをね、しっかりとね、緩めていってあげるのっていうのはね、体のメンテナンスってとっても必要なことですよね。で、皆さんね、よくね、私飲んでたりとかするとよくね、言われるんですけども、門舌先生、一回やったらすっきりするんですか、ずっとその後楽になりますかとかね、このね、うちの動画をね、ずっと見てくださってる方だったらわかると思うんですけども、一回ね、整体をやったらどういう風な感じかって言ったら、髪の毛を一回切ったら先生伸びてきませんかみたいな質問をしてるのと同じようなことなんですよね。一回髪の毛切ったら伸びてきますよね。1ヶ月とか2ヶ月とか、人によってね、違いますけれども、その切ったところっていうのはね、やっぱりね、また伸びてくるんですよ。で、人間の体もね、整体をやったら、1回やったらずっと楽になりますか、いやいや、持っても、その人の使い方、1ヶ月だったり2週間だったり、1週間だったりとかね、そういう風な期間っていうのはやっぱり人によって違いますから、それをね、やっぱり大切にしてもらえたらなと思うんですけれども、この辺りっていうのは、その人のね、体に対してどこまでお金をかけることができるのかというのは、人によって考え方が違いますから、それはね、個人の
ご自身のね、皆さんの考え方に従っていただければいいんじゃないかななんて私は思ってます。ですから私の店悶絶整体三つの部では3ヶ月に1回ね来なかったらね罰金だとか言ってね、罰金ですよ、罰金は払いたくないから皆さん3ヶ月に1回来るみたいなね、そんな感じにしてます。でもう3ヶ月に1回っていうのがやっぱりね季節の変わり目になりますから、 それぐらいでねやっとくとね体ってね楽になるんですよ。3ヶ月過ぎちゃうとやっぱりまた体が初期化されてしまって体が疲れがどん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 溜まってしまうので、なかなかね疲れが取れにくい体になっちゃうんですよ。だからまあ定期的にね体のメンテナンスをある一定の年齢になって、ね、寝ても体の疲れが取れないです先生とかいう風になってきた場合っていうのは、だんだんとこうね、悶絶整体に来る回数が増えたりする方っていうのはねやっぱり増えてますから、そういう風なね感じでね皆さん、思っていただければ分かりやすいんじゃないかななんて思ったりします。だからね、遠いから先生なかなか行けないんですって言われたりもされますけれども、まあその方はその方でいいと思います。まあご縁がなかったんでしょう。だからこのね動画見てね、先生そんなせちがらいこと言うなよって言われても、まあ私にはどうしようもないですからね、こればっかりは仕方がない。体験したい方は体験しに来られますから、そういうの実際私見てますからね。うん、まあまあまあそんな感じです。でだから最近なんかでもね、大分とか東京とか神奈川とか来られる方定期的に来られてますからね。で最近言われて面白かったのって、先生の整体悶絶整体やったのが長生きできそうな気がするなんていうね話をされたりとかしちゃって、おお長生き、まあ確かにやらないよりはやった方が長生きになれるような気もするなぁなんて思いながらね、まあもう悶絶整体やり続けてるわけですけどね、まあ、こんな感じでね今日はねちょっとね楽しい感じでできたみたいですからね。でこんな感じでそれ肩とか緩めたりとかすると、ほら背中が柔らかくなりましたよみたいなね、でこれでねもう今日は終わりですみたいな感じになっていくわけですね。はい、今回の悶絶整体の、悶絶整体三つの部の語り部楽しかったでしょうか。またね、動画も編集していきますのでまたお楽しみにしてください。以上悶絶整体三つの部でした。またチャンネル見てね。以上、バイバイ。あ、すっきり。だいぶすっきりしたでしょ。で、これがどんな感じかっていうと、まあ、さっきから説明してますけども、髪の毛を切ったか切らないかみたいな感じ。で、やっぱりね、1ヶ月、2ヶ月ぐらいしてくると、やっぱりまた肩が凝ったりしてくるので、やっぱり定期点検された方がいいよっていうふうにはお伝えしてますが、どこまで体にお金かけれる人かわかんないし、その辺はご自身で考えてと言ってます。はい。はい。だいぶすっきりだと思います。しました。はい、僕も良さそうだね、うん、はい。私が以上なんですが、何か聞いておきたいこととか何かあったりしますか。大丈夫です。はい、以上終わります。ありがとうございます。はい、では以上でございます。悶絶整体三つの部、人を痛め続けて25年、本気で痛い。詳しくは概要欄、メンバーシップも始めたよ。待ってるぜ。